それではこちらの表題の文献を紹介させていただきます。と2つの論文を紹介させてください。表題にある論文の、を紹介する前に、エンドトゥエンドメモリーネットワークスという、論文をまず紹介して、こちらの、モデルの方を説明した後に、本表題の、ゲティットエンドトゥエンドメモリーすごく関連性があるということで一度に紹介させていただきます。とまずこちらの論文です。やりたいことは、質問ある質問に対してその回答を答えるようなタスクを解きたいっていう問題です。例えば、こちらにあるように Where is the apple? っていうふうな質問文に対してベッドルームっていう答えを返す。ただ、その質問に答えるためには、事実が必要なので、その事実を表す文っていうのが用意されてて、こちらの上のこれだと4文で、これを見て、質問に対して答えるっていうふうなタスクこちらでは提案しています。まずメモリーネットワークスとはっていう話なんですけど、メモリーネットワークスとは、巨大なメモリーと、メモリーへの読み書きができるような機能から構成されるメモリー付きニューラルネットワークのことで、ちょっと図を示してみたんですけど、今の例だとクエスチョンアンサーのタスクでクエスチョン質問文があって、それに対してアンサー答えを生成する。でその時に、メモリっていうさっき言ってた事実を表す文のような事実だったり知識みたいなものをメモリの中に蓄えておく。でクエスチョンが与えられた時に、メモリをまず参照して重要例を当てはめてみると、クエスチョンが Where is the apple? で、アンサーが bedroom。で、それに、メモリーの中に蓄えられる事実っていうのが、この4つの文みたいな対応になります。ちょっとこれから説明するために分かりやすく記号を使って書き換えると、クエスチョンが Q、アンサーが A。で、メモリーの中に蓄えられる文、1つの文が X。で、文は複数あるので、XI っていうふうに表記します。で、提案手法のモデル図がこちらで、先ほどの図とちょっと似てて、クエスチョンがここにあって、それに対してこうアンサーが上にある。で、それを出すための途中の過程として、このメモリっていうのを構成して、取り出してくれるっていうふうなモデルになっています。で順番にこう解説していくと、まず、事実を表す文から、このインプットって書いてある、マトリックスをこう生成するんですね。その時に、行列 A っていう、パラメータを使って、このマトリックスを生成します。で次に、与えられた質問文 Q を、行列 B を使って、U っていうベクトリに変換してあげます。で次に、さっき作ったこのインプットマトリックスと、クエスチョンを表すベクトル U をここでこう計算するんですけど、まず U と、この中のベクトルを MI っていうんですけど、 U と MI の内積にソフトマックスをかけて真ん中の Weights っていう PI っていうベクトルを作成します。で次に上のこのアウトプットっていうマトリックスを、センテンシーズから行列 C を使って変換して作っておきます。でさっき作った PI とあとここのマトリックスを、の内積を計算してこの O っていう、メモリーの出力を計算します。で最後に、
この出てきた O と入力の U の和を取って、で、行列 W でそれを変換して、最後ソフトマックスをかけて、予測値の A っていうのを生成するようなモデルです。でこの予測の A と、まあ、実際の答えをこうの誤差を計算して、まあ、行列 ABC と W っていうパラメータを学習していくというふうなモデルになっています。さっきまでが一つのメモリーみたいな感じで作られていたんですけど、こちらがマルチプルレイヤーで、さっきのインプットとアウトプットのメモリーのセットみたいなのが今3つ3層になっているような構成のモデルです。でさっき説明したこの一つのメモリーから出てくる O が、入力と、足し算されるんですけど、それが、また次の層の入力となって、また出力がまた入力と足し合わせてみたいな、そのメモリの出力が次の入力に使われるような、構成になっています。でこの一つのここをホップと呼んでいます。で式で表すと、この足し算の部分がこういう式で表されます。これちょっとまた後で出てくるので、ちょっと覚えておいてください。で、なんでこういうふうに3層、まあ、複数の層を重ねるかっていうと、その一つの質問に対して答えを生成するときに、まあ、ある特定の事実の文だけしか見ないわけじゃなくて、問題によってはこう複数文の事実を見ないと回答できないような問題があるということで、こういうふうに層を重ねて、複数の文に対応できるような表現ができるようなモデルにされています。はい。で、先ほどの論文はちょっとモデルの説明だけにとどめて、2つ目の文献、こちらの文献を紹介します。こちらの文献では、先ほどの説明したモデルに、ハイウェイネットワークスっていうのを適用したモデルを提案しています。で実際に QA タスクを実験して、先ほどの指標より高い性能を示しています。でハイウェイネットワークスについて説明します。通常のニューラルネットワークは、まあ、よく見るこういう式がありますね。 Y イコール F かっこ WX たす B みたいな式が使われています。それに対してハイウェイネットワークスっていうのが、まあ、こういうふうにその上の式になんか後ろくっつけたような式で表されます。これについてちょっともう少し説明すると、オレンジで書かれた式、これが、シグモイド関数の部分なんですけど、もしこのシグモイドのところが1の時、まあ、ここが消えて、普通のニューラルネットワークの式のような形になります。で一方で、シグモイド関数が0の時と、この x っていうのだけ残って y イコール x ってなって、これあたかもこう入力した情報をそのまま出力に流すという、なんかそう何も挟まないような出力であるかのように振る舞いをします。でこのシグモイド関数は0から1の値を取るんで、通常通り普通のニューラルネットワークのように学習をさせるか、それとも入力をそのままアウトプットする、何も学習しないで出力するかの、バランスを、このシグモイドの中のパラメータで学習してくれるということが可能になります。でこれが先ほど説明し、1個目の文献のモデル図なんですけど、このメモリの出力と入力との足し合わせの部分がこういう式で表されていました。でこれに対してハイウェイネットワークスの式を適用してあげます。これですね、この O がここにあって U がここにあって、
でそこにこうなんか後ろがくっついたような、これがハイウェイネットワークスの式でした。でこれをこうグラフを書き換えてあげた図がこちらで、まあこの足し合わせの部分がちょっとまあ複雑になったような形になっています。これがゲーティッドエンドトゥエンドメモリーネットワークスと呼ばれるものです。はい、で実験に入るんですけど、モデルの詳細がいくつか提案されていました。でちょっと割愛するんですけど、まあ、パラメーターがたくさんある、行列 ABC、 あと、W とかたくさんあって、パラメーターが多すぎて学習が大変だということで、パラメーターを減らす工夫が、まあ、いくつか提案されているのと、あと下に書いてあるような学習の工夫がされています。ちょっと割愛します。で実験設定です。QA タスク、質問に対して答えを生成するようなタスクで、データセットとしては、QA タスク、1つの、QA タスクが、まあ、20種類用意されてて、で1タスク、まあ、20タスクあって、で1タスクあたり、100個か1000個の、問題文が用意されているようなデータセットです。で結果になります。左の列の縦が、1から20のタスクがこう並んでて、1K と 10K って書いてあるのが訓練時のデータセットのサイズ、1000と1万で書いたもので、この左側の メモ N2N って書いてあるのが、1個目に紹介したモデルです。でそれに対してこの論文の提案書がこちらで、OurMemN2N っていうのが、前の論文のモデルを再実装、この筆者らが再実装した結果で、それに対して一番右のモデルが提案手法になります。で一番下のアベレージを見ると、まあ、提案手法がその1個目に紹介したモデルより、高くなっていることが分かります。でこちらが、なんかホップって言ったんですけど、3層の作りで各層のメモリが、まあ、どういう文を注視してメモリの中に蓄えた事実文を注視しているかを、まあ、可視化したような図です。こっちが1個目に説明したモデルで、これだとこの質問文に対して、あとサポートイエスっていうのがこの答えを生成するために必要な事実なんですけど、前の文モデルだと、だいたいそのサポートは捉えているんですけど、まだこう錯乱しているような図です。でそれに対して提案手法だと、取ってきてほしい重要な文っていうのを、まあ、より注視しているような、振る舞いをしていることが分かります。はい、まとめです。2つの論文を紹介しました。で目的は、質問を入力したら回答を出力するんですけど、まあ、その間にメモリーを挟んで、質問を入力したらより重要な事実文をメモリーから取り出してきて回答の、まあ、出力に、付け加えるというモデルをエンドトゥエンドで行いました。で、ハイウェイネットワークスを適用することで QA タスクの性能が向上しました。以上で発表を終わります。